はっきり言うぜ、お前の PC 弱いだろ。スマイル、スイート、シスター、サーディスティック、サプライズ、サービス、サクリファイスイスか始まりました。ハロー、視聴者ボーイ。私の名前はペガサス・ H クロフォード、マジックウィザーズの海の上です。 マインドスキャン視聴者ボーイたちの心はすでに読んでいます。それはこれですすべて本人が一番わかっています。似てなくてもやります。なぜなら。トゥーは無敵だからですもう後には引けません。では、今日用意したゲームを紹介していきます。トムとキースの夜勤事件です右下にご注目ください。これですもう一人の僕ですこういうことです逆です。こういうことです 左下にご注目ください。またレイヤード逆です。ライフが4000あります。ライフがなくなった途端、闇に飲まれます。さっきそこそこ最初のスマイルスイートが受けたからライフ1000回復します。ディアンケートです。このまま行きます。5000ポイントで始まります。サムネのクオリティに声が追いつきません。お風呂場で4時間ぐらい練習したんだけど、これは限界です。 なんかいます。ネズミです。巨大ネズミです。戦闘で破壊されたと時、激辛工事記録千五百以下の持続性モンスターをレクルートします。ちなみにダメスてだからウララは聞きません。いません。ふざけやがって困ります。これちょっと。二千ダメージでーす。めちゃくちゃ痛いです。うわ。ピリピリ。ちょ。闇に飲まれました。終わりです。 男に二言はありませんマインドクラッシュでーすもう終了です何を勘違いしているんだ俺の配信はまだ終了してないぜデレデレレーマジックカード発動死者させこのマジックカードによりライフが以前ゼロになったペガサスを墓地から復活させるぜよみがえるペガサス復活だぜ 完全に復活したぜペガサス完全に帰ってきましたお久しぶりです少々おしじゅル類のとり8000ライフ獲得しました今日はこの感じでいこうと思いますお札を貼ります、えー、えなんでこっち見てんだ早く早く早く,早く <laughs> 裁判も起こしますちょっとびっくりしたー また困ります。お久しぶりです、視聴者ボーイ。本日は、は,は,はなこボーイをやっていきます。読み込みが長すぎです。ソフトが落ちました、ボンコツボーイー読み込みボーイ読み込みボーイ 読み込みボーイ<タッ>はっきり言うぜお前の PC 弱いだろうゴッドハンドクラッシャー<タッ>